服装の部分で言うと露出が高い格好をしてる人で、性格は男っぽい言葉を使う人だと思います。例えばなんか男友達とかにノリでお前さみたいなタイプの女性、男友達多いのとすぐ遊びに行くみたいな、彼氏とどっちでもいいみたいな感じが多い、うん、嫉妬しないイメージある。うん、そうだね。何でも軽い、なんか何でも適当なイメージ。男が例えば、うん、女友達とか何人とかで遊ぶってなった時に嫉妬しないとか、あーしない、絶対しない、行ってきなみたいな、うん、いいよみたいな。定期で浮気しそう定期で浮気しそう彼氏いてもいろんな男と喋ってた、うん、それが男友達多いのか。あーそうです、そんな感じ、そんな感じで。ワンピース、露出多めの服着てる子、もうなんか求めてますよみたいな、そういうの求めてますよみたいな、見せつけみたいな、ふわふわしてそうだから、うん、声かけられたらすぐついてく、あボディタッチが多い、スカート履いてる人、あ足出す人、足めっちゃ出す、露出多い人、多い人マスクしてない確かに、マスクしてない人、マスクしてない人、髪の毛巻いてる人、あ確かに絶対色は黒じゃない明るい色夜とかに、あの結構渋谷とか新宿とか、新宿とかに出回ってる子清楚系ビッチ、ギャルの人は言うてそこまでじゃないですっていうイメージです。清楚の子の方がちょっとやっちゃってるねみたいな、まあ話は聞きます、クラブに行ったとか。絵文字をたくさん使う、あとぶりっこしてる子とか、あんまりないけど、でもぶりっことかはたくさん、ちょっと軽いかなみたいな。どうぞどうぞ。ずっと DM の通知、男の通知が来る女、あとエクステがヨボヨボの女、ヨボヨボの女インスタとかで会話し始めて、すぐ1日目とかですぐ電話する。そんな子いる？いるとか、すぐ LINE 交換してその日オールで電話する子。例えばちょっと授業中とか話してまだ何も繋がってなかったとしたらすぐインスタ行っちゃう子はゆるい。ああ、確かに。チャンネル登録お願いします。